お疲れ様です。一緒に全身のリンパを流していっちゃいましょう。お風呂上がりなど血流のいい時にやってみてください。ボディクリームをつけても OK です。まずは耳の下を2本指でくるくるマッサージします。強く押さなくても大丈夫。体のリンパは優しく撫でるだけでも流れてくれますよ。耳の下にはたくさんのリンパが詰まっています。ここを流すとフェイスラインもスッキリしてくれますよ。次は胸鎖乳突筋をほぐしていきます。耳の下から鎖骨の根元に向かって軽くつまんで上から下へ流していきます。肩がすくみやすいのでリラックスして行ってくださいね。反対側も行います。鎖骨に向かって老廃物を流していきますよ。呼吸も忘れずに。次は2本指で鎖骨を挟んで流していきます。人差し指と中指で鎖骨を挟んで流していきましょう。鎖骨は体の中のゴミ箱で、リンパを通って溜まった老廃物を外に出してくれます。反対側もやりましょう。首や肩に力が入りやすいので深い呼吸でリラックスしてやりましょう。次は脇下のリンパを揉みます。腰に手を当てたら4本指と親指で脇をしっかり挟んで揉みほぐします。脇下には液化リンパ節という大きなリンパ節があります。脇って意外と触らないから変な感じがしますよね。ここをほぐすと一気に全身の流れが良くなって体がポカポカしますよ。反対側も行います。腰に手を当てて脇の下を揉みます。上半身がポカポカしてきませんか？揉むだけで汗ばんだり温まるのって不思議ですよね。凝っていると感じるときは普段から頑張っている証拠です。頑張っている自分の体に感謝していたわってあげましょう。次はお腹をマッサージしていきます。少し背中を丸めてお腹の気になる部分をくるくる拳でマッサージしていきます。服の上からでもいいですし、ボディクリームをつけても大丈夫です。お腹にも腹部リンパというリンパが存在します。ここがほぐれるとお腹が引き締まってくれますよ。次は脇腹を伸ばして刺激します。片手は頭の後ろに置いて脇腹をぐーっと伸ばしたら、軽く手でポンポンと叩いてあげましょう。脇腹は普段の姿勢が悪いと縮こまりやすい部位です。伸ばしながら軽く叩くことで一気に血流をアップしていきます。反対側です。呼吸を意識して行いましょう。
いけそうな人は脇の下まで叩いてみましょう。これ結構気持ちいいですよね。テレビを見ながらやデスクワークで疲れた時とかにやってみると頭もすっきりしてくれますよ。次は鼠径部リンパのマッサージです。足を斜め45度に伸ばしたら、手の指でぐっと足のコマネチラインを押します。ここにも大きなリンパ節があるので、ここがほぐれると足のむくみとグッパイできます。押しやすいやり方で大丈夫なので、自分のペースで鼠径部を刺激しましょう。足を組み替えて反対側を行います。指の腹を使って鼠径部を刺激して下半身の老廃物を流していきます。寒くなってくると全身の筋肉も凝り固まりやすくなるので、しっかりほぐしましょうね。自分の体に感謝です。次は膝を曲げて膝裏のリンパを押していきます。膝を曲げたら膝裏にぐっと指を入れ込んで刺激していきます。膝の裏にも膝下リンパという大きなリンパがあります。しっかりほぐすとふくらはぎがすっきりしますよ。反対側も行います。少し凝ってる感じがしたら、自分の足お疲れ様と言ってあげましょう。さあ最後です。足を伸ばして足首を回していきましょう。つま先で大きな円を描くようにくるくる回していきます。冷え性などで足が冷たくなるのは辛いですよね。今日のマッサージを続けると体の巡りが良くなって末端の方まで温まりやすくなります。ぜひお風呂上がりに続けてみてくださいね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。かなりね、全身のリンパが流れて体がスッキリしたんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。この後運動したい人は、流れてくる再生リストから一緒に運動してくださいね。じゃあお疲れ様でした。